とも記述する大学は出たけれどは、1929年9月6日、公開の日本映画である。松竹キネマ制作、配給。監督は、小津康二郎モノクロ、スタンダード、サイレント、70分。大学卒業者の就職率が、約30%という不況の底にあった、昭和初期を舞台に、食につけない求職者が奔走する様を描いた。 コメディ映画で、オズの初期作品であるが、作中には、庶民生活の詳細な日常を描写する作風の原型がすでに現れている。もともと本作は、原作者で、オズの名優の清水博士が監督する予定で企画が進められていた。初回工業は、帝国館。公開当時は70分の長編作品だったが、現存するのは11分ほどの断片フィルムのみである。 大学を卒業したものの定職につけない鉄夫は、故郷の母親に就職したと嘘の電報を送ったことから、母は婚約者を連れて上京。二人の嬉しそうな顔を見ると、鉄夫はなかなか本当のことを言い出せずにいるが、鉄夫の嘘を見抜いた町子は、鉄夫に内緒でカフェで働き始めた。大学は出たけれどは1955年に公開された。 野村義太郎監督の日本映画、ありがとうございます。